はい、えー、吉谷です、えー、いつもメルマガの方を見ていただき、ありがとうございます。メルマガの読者さんの方からお問い合わせいただいた件なんですけど、えー、っといつも、えー、大変お世話になっております、また敏速で丁寧な回答ありがとうございますということで。えーで 紹介した商品、まあここからがちょっと質問というか聞きたいことで来てるんですけど、えー、紹介した商品があるけれどもどこの ASP でその商品を扱われているかわからないのですこんなとき便利なツールはあるでしょうかとよろしくお願いいたしますということで来ています要は多分その、まあ、今、無料オプトインアフリエイトとかいろいろやられてるじゃないですか でえこれってアフリエイトどこでやるのっていうところで多分、まあ、分かんなかったりする場合があると思うんですけどそれは Google か Yahoo! の検索エンジンでですね無料スペース ASP 一覧無料スペース ASP 一覧とかで検索するとですねあのアフリエイターさん、まあ、2tier になる可能性はあるんですけど、まあ、そのまとめサイトみたいなのが出てきますまとめサイト。 はい、なので、まあまああのー、そこのまとめサイトを見てもらえれば、あのーまあ、いろんな人がまとめているのでそこを見てもらえるとそのアフリエイトを扱っている商品とかたくさん ASP が出てきますので、まあ、そこでチェックしていただくっていうのが無難ですね、まあ、あ,とはあとは一番早いのは、まあ、これレスポンスあるかどうかわからないんですけど例えばメルマガを受けましたでそのメルマガを受けた。 えメルマは配信してる方にですね、すいませんといつもメルマが見て、これもまあ聞き方だとは思うんですけど、いつもメルマがありがとうございますと、で今回、紹介していただいた商品ってどこでアフリエイトすればいいんですかっていうのをメルマが配信者の人に聞くと、まあ、それが一番早いじゃないですか、メルマがを配信してアフリエイトしてるわけなので、そのメルマが配信してる人は知ってるわけですよね、どこの ASP でそれを扱ってるのか。 でそれも聞き方一つだと思うんですよね。うん、いつもメルマンがありがとうございますと。有益な情報ありがとうございます。で、あとこれで返信をまあ、必ずもらえるポイントとしては、あのもしよかったら、あの ASP って2ティアっていうのは、まあそのアフリエイト,トセンターに ASP によって変わるんですけど、2ティアをやってるところもあるんですね。2ティア。だから、もし可能であるならば、その、 その配信者の方が A さんであったら A さんの2 t にで登録させていただきたいのでもしよかったら ASP 登録あのご紹介いただけませんかっていうメール打てばまあその配信してる人は 2TR で登録してもらえるわけなのでメリットがあるわけなので必ず返信率は高くなると思います。はい なんで、まあ、一番早い方法、まあ、これはメルマガを配信している人がですね、まあ、レスポンスくれるかどうかはわからないんですけどメルマガを配信しているところに直接聞くっていうのが一番早いと思いますただ、あのーまあ、返信が来るかどうかはちょっとわ、ね、かんないので、あのー、そういう場合は Google の検索で、えーまあ、Yahoo でもいいんですけど ASP 一覧 まとめ、あ無料 ASP 一覧まとめとかそんな検索キーワードで検索してみるといっぱい出てくるのでそこでちょっとチェックしてみてくださいはいいつもメルマガ購読ありがとうございます